岐阜県高山市に現れた幻想的な雲海。東海地方は週末から広い範囲で雨が降り、その水分で今朝濃い霧が各地で発生。高山市では町が雲海の中にすっぽりと覆われました。雲海は気温が上がると一気に消滅し、午前9時半ごろには再び高山市の町が浮かび上がりました。